回の前田幸永のチョコチャンネルはスーパースペシャルゲストですね。僕の憧れの人ですね、荒木大輔さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。いやー、荒木さんですよ、ね、ちなみに、僕が小学生の時に、甲子園を見出した時のスーパースターですね、本当荒木さんなんですけれども、いや本当によく出ていただきまして本当にありがとうございます。本当によろしくお願いします。まあ、荒木さんは甲子園に5回出場というところなんですけど、実際は、5回出られて何勝何敗ですか？5回12勝5敗。12勝ですよ、聞きましたか皆さん、12勝で。ちなみに僕は5勝ですけど、5勝2敗ですけど、それで5敗ね。共通してるのは5敗。そうですね、はい、優勝は惜しくもできなかったんですね、うん、でもそんな、荒木さんなんですけど、もう僕って、まあ、小学生、中学生と、まあ、軟式で中学校も軟式なんですけど、荒木さんはもう有名な話で調布リトル、調布シニア、シニアで小も中もじゃあもう公式でスタート。それで、ね、まあ昔なんてそのリトルリーグも週末しかやらなかったんで、はい、土日だけ、はい、平日はもう学校で、はい、友達と、はい、その遊びをするときには軟式、はい、で、まあ、野球やる、まあ、サッカーやる、はい、なんかこう駒回すとか、はい、そういうのもやってたんだけど、はい、まあ、友達と野球やるときには学校でやるときには軟式、はい、でグラウンド、リトルのグラウンド行ったりすると公式に変わるみたいな、はい、なんかこう違和感みたいなのってないですか？違和感はね、軟式の方がねやっぱ怖いのよ。軟式の方が怖いんですか？怖い、なんか不規則なこう、はい、バウンドしたりする。ああそうですね、はい、確かに今日横回転でくるくるくるっとかありますね、うん、それであの、はい、ちょっとバットで上を叩いてしまうとこう円盤みたいな、ああそうですね、あーっと回ったりするじゃない、はい、あれが怖くてさ、はい、ちょっとその記憶がすごく軟式っていうと。そうなんですね、へ、うん、なんか軟式はゴムなんで当たっても少々だと。で子供ながらにデッドボールとか当たったら公式って泣いちゃう子とかいるじゃないですか。いるいますよね、うん、ああだからリトルリーグだともうそういうのがあって、はい、で当然あのバウンドでさイレイレすると、ああそうです、当たりますからね、はい、腫れたりするじゃないですか。そうですよね、はい、だそういうのがちょっとあったのはあるけれども、はい、基本的には不規則なと、まあ、イレギュラーはあるけれども、はい、変なこうバウンドとかしないので、はい、なんかこう扱いやすかったっていうか、それは子供ながらに、はい、それはありたのは興味あるかな。あるさん、もう東京はどちらの？東京は調布。調布なんですね、うん、まあ、調布であれば例えば、まあ、僕らのその福岡の田舎なんて言えばね、その川で泳いで木に登ってっていうところですけど、調布あたりであれってどんな感じで、調布ね、子供のそのあの、はい、川遊びとかそんなの、川遊びというかね、まあザリガニを取るぐらいかな。あ、ザリガニいるんですか？まだ俺らの時にはいたんで。今ザリガニってそれ見ませんね。多分見ないと思う。だから割り箸にこうやってさ餌ちょっとつけてとかっていうのは、はい、多分今はもう捨てないと思うし、はいはい、でもまあ当時はまあ調布ってだから東京都なんだけれども、はい、だいぶこう中西の方ですね、うん、はい、ちょっと入っちゃってるんで、はい、まだそういう環境があったのかもしれないね。あで裏山じゃないけど、はい、そういう山が、はい、小さい山がそこみんなで登ったり降りたりする、はい、競争したりとか、はい、クワガタ取りとかカブトムシとかやってました。あ、荒木さん東京の人でもやるんですね。荒木さんやってなさそうなイメージだからまだ残ってたじゃないあ、そうなんですね。そういうのが、はい、いやどうしてもこうね、東京の おしゃれなイメージばっかりがやっぱあるので、まあ、それはこの街中ね、はい、もう23区内のこの本当の渋谷だなんかっていうとそうだ、はい、そうかもしれないけど、調布ってやっぱりまだそういう環境が残ってたので、はい、あ、そうなんだ、だから子供たちが遊ぶ環境なんかもあったし、はい、そうやって山登りじゃないけどそういうのを行ったりとか、はい、自転車でこうね、サッカー行ったりとかっていうのができる環境はあった、はい、あ、そうなんですね、うん、で今ね、僕の勝手な想像ですけど、まあ、すごくクリーンなイメージしかないので、あんまりなんか泥臭さがなの感じなかったんで子供の頃とかどうだったんだろうな。まあ普通にだからそういうふうにそういう遊びもするし、はい、メンコやったりとか、あ、はい、コマ回すとか、はい、でコマをさだんだんこうひびが入ってくると作る工場に行って工場ですか？工場があるのよ、調布の駅前、駅の裏のところで、あ、そうなんですね、そこにみんなで行ってコマの、はい、この厚さをこう調節してもらってまだ木でこんな大きいコマ、そうですね、あ、まあ、僕もあの子供の頃やってたんで、はい、うん、そんな感じ、そういう意味ではそんな、へえー、なんかちょっと意外な感じ。いや、まあ、ね、時代、はい、やっぱそういう時代だったんだよね、まだ。今の子たちだったら、ね、はい、東京にいてって言ったらそういう場所に触れる機会があんまりないから。そうですね、うん、こんなんばっかりですからね、そうね、外出ない、
でしょう。そうですよね、はあ、アレクさんがその調布リトルシニアで、まあ、まず中学時代リトルシニア、まあ、シニアの大会とかで、で当時その同級生とかですごいやつとか、まあ、一番すごかったと思うんですけど、全国大会とか出られるじゃないですか、うん、あいつがいたわとかいうの、あのプロ野球でなんか頑張った人とかいらっしゃいます？今ねプロで一緒にやってるのはいないの。あ、そうなんですか。全然だからいないし、はいはい、本当生意気なんだけど、当時って調布のそのリトルシニアって抜いてたの、はい、ナンバーワンです。もう、はい、全部がコールドでいっちゃって、はい、全部がこうゼロで抑えてっていうようなぐらい、はい、こうレベルの差がすごかった時代だった、はい、当時って、うん、あ、そうなんですね。っていうのが、あの子供たちの人数もすごく多かったのもあるんだけど、はい、指導者の人も社会人のところから来てる人が手伝いでやってくれてた、はい、あ、はいはいはい、だからもう、はい、何やってることがリトル他のチームと違うことをやってる感じだった、はい、あ、もうじゃあ図抜けてった。そう、とにもだから他のとこ敵なしっていう感じみたいな感じ。それで決勝ぐらいになるとちょっと競ってみたいな、はい、いい試合になってみたいな感じがあるんだけど、はい、でも時にはもう決勝戦でも20何対0とか、はい、そういうのがあっちゃうぐらい、はい、なんかこうレベルの差があったんで、はい、だんだん生意気になり始めた頃でねもう全然もう、はい、俺らできるしみたいな、はい、あ、そんなにすごかったんですか。だから大会をやれば優勝って感じで、はい、出れば優勝、出れば優勝、うん、で、あのリトルシニアって1年生の秋からですか、夏から1年生まではなんかあれですよね、そのアメリカのルールに合わせるんで、あれリトルからあのシニアの時って、ね、そうですね、でも自分たちは、ちょうど僕は5月生まれなので、はい、6年生で終わりなのリトルリーグは。あ、そうだ、なんか生まれる月とはちょっと違うって言ってました。当時は、今ちょっとどうなったのか分かんないんだけど、はい、昔は8月生まれ以降は中学生まで、はい、中1まで、はい、でそれ前の生まれは、6年生の終わりなので、はい、6年生の秋ぐらいからそのシニアリーグとかに参加、あ、そうなんです、させてもらう、はい、参加っていうか練習に参加するんですかね。で、あなたも中1の時とかのサイズとかはどうだったんですか。まだ当然細かったんだけど、はい、背は68とか。あ、じゃあ大きい方、大きい方だからやっぱり小学校でもやっぱり上の方だったんで、そうですよね、ちょっとだから、はい、周りの同級生に比べるとちょっと頭が出ちゃう、頭一個抜ける感じですよね、うん、でじゃあもう中1のその秋からほぼほぼ主戦というか。いや、中学の時は1年生の時はさすがに投げてないんじゃないかな、ほとんど、うん、中2の夏ぐらいから少しずつこうゲームに投げて、はい、時々リリーフしてとか、うんうんうん、どっかポジション入って、サードだったかな、サードかなんかに入ってとか、はい、そんな感じだった、うん、それがシニアリーグのスタート。はい、あれって打つ方がどうだったんですか。いや、それがさ、好きで、はい、結構打ってたバッティング練習もたくさんやってました。うん、もう練習って言ったら、はい、全部やるし、はい、いろんなポジションもやるし、リトルリーグの時ってね、はい、当時300-400人だ、300-400ですか。はい、もうほぼほぼ毎日のようにゲームをやってた、はい、集まればゲーム。そうですね、はい、だからそのポジションも人数が多いのでじゃんけんでポジション決められる、はい、はい、あ、じゃんけんね、だからポジションはもう外野もやるし、はい、当然キャッチャーもやるし、はい、内野も守るしっていうのがリトルリーグのスタートだったので、はい、中学行ってからも野手をやることに何の違和感もなかった。野球はだからそんな感じみたいな、はい、内野をやりながらピッチャーやる、外野やりながらピッチャーやるとか、はい、そういうのがなんか野球のスタイルみたいな感じで来てたんで、はい、それ、はい、どっかのポジションに固まるっていうのはもう本当高校野球入ってとか、はい、その上行ってからなんだろうなっていうような感じで。ああ、なるほど。まあ本当ゲーム感覚というか最初は楽しく、ね、そうだから練習も当然中心ながら、内野入ってゴロを取るのもやるし、バッティングもやるし、で時々ブルペンに行ってキャッチャー相手に投げるとか、はい、なんかそんなことです。で、あなたも調布シニアで無敵の状態で、じゃあ早稲田実業を双日に入るんですけど、双日しか選択肢にはなかったんですか。まあ、うちは4つ上に兄がいる、はい、うちの兄が双日にした。あ、でも荒木さんぐらいであれば、まあ、お兄ちゃん双日だけど、じゃあどこ強豪校はまだ他にも東京にあると思うんですけど、うん、たくさん誘いはあったんじゃないですか。ないんですか。全くない。それは、あ、もう、あれ、お兄ちゃんが言ってるから、多分もうそういう流れだろうみたいな、勝手に決められてたのかもしれないね。だから、創出に落ちたら、はい、大変なことになってた。もしかしたら。あれちゃん自体は、でも、創出一択だったんですか。もうちょい誘われたら話は聞くと。聞くあの気持ちは当然あったし、当時ね、
日大三高が、あ、三高、はい、まだ町田の方に移転するとかその時点だぐらいで、はい、で前のグラウンドが調布の柴崎っていうところのグラウンドだったの。ああ、三高の、はい、だから、はい、三高はものすごく身近に感じてる。はい、あ、そうなんですね。であのユニフォームもちょっと好きだったよね。こう、あの三高の、この三高の名前が、はい、ちなみにうちの息子三高なんです。あのユニフォームは非常に俺はなんかこう好感持てる。そうですね、かっこいいです、ね、かっこいいでしょ。そうですね、なんか高校野球っぽい。はい、はい、そうです、ね、だからそれは子供ながらにすごくこうなんかこういいユニフォームだなと思って、はい、憧れは、はい、東海大相模の島島のユニフォームなんだけど、はい、そうじゃなくて、でも身近に見てるものは高い三高のユニフォーム、はい、それでうちの兄が行ってる創実っていうのがあったんで、はい、早稲田のユニフォームっていうのがもう本当に近くにも見えてたんで、はい、もううちの兄が創実でやってからはもう創実しか見えない感じ。あ、でお兄さんは甲子園は行かれたんですか？4回って4回行って、4回ですか？4つ目なんて全然入れ替わりですよね。そうということは、あなた2人兄弟3人兄弟。長男はいろんなスポーツにこう手を出す、はい、あ、そうなんですね。サーフィンやったりテニスやったり、はい、まあ、当時じゃないけどその後にはゴルフにハマったりとか、はい、そういういろんなところにこう手を出す。じゃあ野球やっていた荒木さんとその、ね、お兄さんと今シーズン9回9回10回のうち9回っていうことですよね。荒木さん5回行って、お兄ちゃん4回行って、それでさバスで応援に行くの。あ、はい、全試合、はい、もう2回ね、毎回行ってたよ。だからですよね、うちの兄の時も当然行ってたりする、はい、自分たちの時でも来てくれてたし、はい、バスをこう、うちあの工務店なのね、はい、建築のお仕事してたけど、はい、会社で1台借りて、はい、行き来したりとか、はい、じゃあお父様とお母様は楽しかったでしょうね。多分だから選抜の時期と夏の大会の時期は結構甲子園に行ってね、はい、まあ、どっかあの辺の近くの旅館を借りて、はい、そのみんなで会社の仲間と、うん、はい、まあ、騒いでたんじゃない、多分ね。そうですよね、やっぱりそうですよね。で俺はね、一回うちの兄貴が選抜の時に出た時に、はい、小学校の同級生と一緒に6年生の時に、はい、応援のそのバスで一回だけ行ったことあるんだけど、はい、どっかもう覚えてないけど旅館に泊まった記憶があるので、はい、多分だからこうやってんだなみたいな、いつも、うん、流れは分かってるって感じですね。そう、そんな感じだ、はい。さて今回のプレゼントですが、今回 YouTube に出ていただきました荒木大輔さんのサイン入り色紙を3名の方にプレゼントいたします。コメント高評価よろしくお願いします。待ってます。